皆さんこんにちは。経営コンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、新型コロナウイルスに勝つ営業はこれだというテーマでお届けいたします。営業マンの方だったらここ1ヶ月から1ヶ月半ぐらい非常にですね、こう感じていることとしましては、なかなかアポを取って営業に行きにくいということなんではないでしょうか。特に新規の開拓だったりするとテレアポをやったりとか、もしかすると飛び込み営業何かをやってる人も多いかと思いますけども、まあ、そういったね、新規の開拓をですね、進めていくとですね、やはり新型コロナウイルスが蔓延しているということで、あまりいい顔はされません。そして会社によっては、今まで取引のない、要は新規の人の、まあ、会社の中に入ってくるなと、まあ、そういうのをですね、禁止しているところもあります。ですが営業マンとしましては、新型コロナウイルスだからという理由でですね、何も営業活動をしないわけにはいきません。そこで今回はこのような状況の中でも営業マンが比較的簡単にできる営業手法をお伝えしたいと思います。この動画を見るメリットとしましては、まず明日からすぐにできるということです。で、2つ目、ハードルは低いです。要はやりやすいってこと。で、3つ目、営業に行っても相手もそんなに嫌な顔はしないってことは、どういうことかっていうと、話を聞いてくれるってことです。この3つがこの動画を見るポイントです。まずはですね、問題提起ということで、本当に今営業マンの方ね、困っている人多いと思うんですね。で、私の周りにも様々な営業マンの方がいるんですけど、やっぱりなかなか行きにくいと、うん、特にまあ、商談であれば向こうも容認しているのでできるんですが、アポなしでですね、ニュースレターを例えば持っていくとか、そういうね、直接対面で何かコミュニケーションを取ろうとすると、向こうもね、非常に嫌な顔をされると。当然行ってもマスクをしてる人も多いですし、こちらの方もね、行くんであればマスクをしていかないとね、マナーに反するんではないかな、なんて非常に気を使うわけです。まあ、このようなことがあって、営業マンの方もなかなか動きづらい、ここ1ヶ月から1ヶ月半ではないでしょうか。はい。そこで明日からできるこの営業手法としましては、非常に簡単なものがあります。それが紹介です。よく紹介営業という言葉は聞くと思うんですけども、意外とですね、紹介営業を積極的にやっている営業マンというのはいません。時々ですね、トップセールスマン、まあ、トップ営業マンと言われる方の中で、非常にこの紹介を活用している人の話を聞くことがあります。ですが、トップ以外の営業マンで紹介営業をですね、ガシガシとやってるね、人っていうのは意外と少ないのが現実ではないでしょうか。で、紹介営業っていうのはどういうことかって言います。もしかしたら紹介営業という言葉を聞くと、紹介キャンペーンみたいのを思い浮かべる人も多いんではないでしょうか。紹介キャンペーンというのはこういうことです。まあ、この商品を購入してくれそうなお客様をご紹介していただいて、そのお客様が購入していただくと1万円キャッシュバックしますみたいなね、もうこう紹介してくれて買ってくれたらいくらあげますよみたいな、すごくこうストレートな表現なんです。ですが、このやり方ですと日本人っていうのはちょっと抵抗感があるわけです。理由は簡単です。何かお金で自分の友達とか家族とか知り合いをこう売ってるようなね、まあ、そんな印象を受ける方も多いんではないでしょうか。そこでこの紹介営業の大きなポイントとしてですね、挙げられるのが、紹介営業っていうのは、こちらの方から積極的にですね、お願いする、うん、お願い、まあ、あまり営業マンでお願いっていう言葉をね、好む人はいないかと思うんですけども、どちらかというと紹介営業の場合は相談とかお願いっていうスタンスで、行った方がいいかなと思います。ですので、具体的なトークとしましてはこういう感じになります。何々さんの、お客様または知り合いの中で、ほにゃらら、まあ、これは扱う商品ですよね、ほにゃららのような商品をこう求めている方はいませんかとか、あとは何々さんと同じように
このような困りごとをお持ちのお知り合いの方はいらっしゃいませんかと、そしてもしいらっしゃいましたらぜひともですね、ご紹介していただけると助かりますっていうような感じですよね。うん、でこれはですね、電話とかそういうのじゃなくてやっぱりきっちりとアポイントを取って本人の目の前、要は対面でお伝えした方が絶対に効果は高いと思います。はい、それで弊社のクライアントの中で、中古車販売店があるんですね。ここの会社は営業マンが8人ぐらいいます。その中の1人で若い営業マンで W さんという方がいるんです。で W さんはだいたい年間に80台とか90台の車を売るんですが、やっぱりこう毎月コンスタントにっていうのはなかなかねそうはうまくいかないわけです。そこで売上、要は台数が、販売台数がなかなか思うようにいかないとき、W さんがやるっていうのが紹介なんです。これポイントは簡単です。既存のお客さんですよね。既存のお客さんのところに、まあ、電話をかける、またはお伺いして、いや実は今月ねちょっとなかなか車が売れなくて非常に困ってるんですよと、まあ、それでまんまるさんにご相談に来たんですけど、まあ、まるまるさんの周りにもこう車を探しているとか、例えば今の時期でしたら、ご家族の方で、これから就職、要は入学式があるんで車を探しているとか、そういう方がいらっしゃいましたらぜひですね、私にご紹介いただけると嬉しいんですけどっていうね、まあ、これもすごくねストレートなんです。ただしお礼がいくらやるとかそういうことは一切言ってないわけなんです。うん、それでも言わなくてもですね、もし紹介していただいてその方が商品を買ってくれた、で、契約してくれたということになれば当然ですね、お礼はきっちりやってください。まあ、それは現金がいいのか何か品物がいいのかっていうのは何とも言いませんけども、とにかく、そういう場合は、きっちりとですねお礼をすること、そうすることによってまた紹介しようかなっていう気になります。はい、で紹介っていうのは売り手側から言わない限りお客さんが勝手に考えてくれるわけじゃないですからね。うん、そこのところよく頭に入れてください。でこの中でポイントは3つだけなんですね。まず1つ目は既存のお客さんに紹介をお願いするってこと。で2つ目は積極的にお願いするってこと。で3つ目が、紹介した企業とかね、紹介した人が、まあ、契約を買ってもらったりしたら、まあ、御礼はしますけど、いくら御礼するとかそういうことは先には言わないってことですね。この3つをですね厳守していただければ、非常に有効な活動になるのではないかなと思います。それで最後もう一個だけ言いますけども、法人にねこう営業に行った場合っていうのは、紹介が実は得やすいパターンっていうのがあります。どういうパターンかと言いますと、本社があります。そして支社とか支店があります。さらには営業所があります。製造業なんかでも第一工場、第二工場、第三工場とかね、あと倉庫も第一倉庫、第二倉庫とかっていうふうにいくつもですね社屋とか営業所、支店を持ってる会社があるわけです。まあそれなりの規模の会社です。そういった場合はあなたがもし複合機を売るセールスマンであれば本社に行って複合機を売りました。しかしここは本社の他にも支店が3つ、さらには営業所が2つあると。で全部、複合機が入ってると。ということは本社とはすでにもう取引になって既存顧客になってるわけです。でここでその本社の担当者にですね、丸松さん実は何々支店と何々支店の方の方にも、複合機のご案内をしたいのでぜひですねご紹介いただけると嬉しいんですけどっていうふうに、言っていただけばいいかなと思います。これはもうあれですよね、だから水平展開で、こう取引先が増えていくというね非常にいいパターンだと思います。実際このようなパターンというのは頻繁にあります。ただし、こちらの方からやっぱり積極的にね言っていかないといけません。うん、なので、まあ、その辺のことを注意していただければ非常にですねいい結果が出るんじゃないかなと。そしてこの新型コロナウイルスが蔓延しているこの時期にでも、既存顧客の方に行くわけなのでそんなに嫌な顔はされないと思います。この時期ぜひですねこの紹介営業を一生懸命やられてはいかがでしょうかということでした。はい、それではチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。経営コンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。